えおくん、なに？Hey guys, it's Yumi from English Bootcamp. みなさんこんにちは。English Bootcamp の Yumi です。今日はですね、山下智久さんの、英語インタビューをちょっとね、レビューしてみたいと思います。で、これリクエストがあったので、ちょっとね、探してみて、山下さんが英語で話しているところをちょっとね、見てみました。で、いっぱいね、あったんですけれども、割と直近のものなのかな、をちょっと取り上げて見てみたいと思います。ちょっと長いビデオになるかもしれないですけれども、最後までお付き合いください。というわけでですね、山下智久さん、ヤマピーですよね。愛称ヤマピー。ヤマピーの、英語インタビューというのをね、ちょっと見ていきたいんですけども、これはですね、多分中国のなんかね、動画サイトなのかな、の、でのインタビューの映像があるんですけど、それをね、ちょっと早速ね、見てみたいと思いますね。Hello and welcome to Lao Wai Kandongzi. I'm Stu and today I'm joined by probably the most handsome person I've ever sat next to. It's Yamashita Tomohisa. Tomohisa, hello. Great to see you. How are you? I'm great. It's very nice to meet you. Now, I know you've got a new movie coming out called Reborn. Yes. Can you tell me a little bit about that movie and about your character? Okay. My character is a really bad guy. He's just thinking about money.His first priority is money, like a money guy. He's a hacker too, right? Hacker, yes. This is your first time to play a villain? Yes. Right? Now, what do your fans think about you playing a bad guy? I never played villain role before, so that was really hard to act like villain and bad guy. Yeah. という感じでですね。このインタビュアーの男性はイギリス人ですよね。非常にもうバリバリブリティッシュっていう感じのアクセントですけども。でもなんか番組というかは中国の番組だと思うんですよね。で、この most handsome guy みたいにね、言ってますよね。今までで一番ハンサムな男性の隣に座ってますみたいなね。っていうふうに言って、から、山下智久っていうふうに言ってましたね。で、山下とか智久みたいに、4文字の名前ね、日本語のっていうのは大体3つ目にアクセントというか、ストレスが乗るんですよ。なので、山下だったら死のところにアクセントが乗るんですね。そうすると、山下になります。で、智久も、ヒのところにアクセントが乗るので、トモヒサ、ヤマシタ、トモヒサ、パパパンパン、パパパンパンっていう、ね、リズムになります。これも英語ネイティブのリズムですね。で、今回初めてヴィランの役をやりますね、みたいに言ってます。で、ヤマピーはバッドガイっていうふうに言ってますよね。バッドガイを演じたのは初めてみたいに。で、このバッドガイっていうのとヴィランっていうのはまあ同じ意味です。物語とか映画のキャラクターで悪役のことをヴィランっていうふうに言います。で、発音ね、難しいですよね。でも、ヤマピーの発音すごくいいですよね。V の音も難しいですし、次の L の音も難しいんですけど、すごくさらっとナチュラルに言ってますよね。なんか、やっぱ言い慣れてる感じですよね。この、ヴィラン、ヴィランですね。もう一回聞いてみましょうか。I never played villain role before, so that was really hard to act like villain and bad guy. I've never played villain role before. 言ってますよね。I've never played villain. 今まで一度もこの悪役っていうのを演じたことがないっていうね。で、この V の音はよくこの下唇をね、噛むっていうふうに教わった人が多いと思うんですけど、私もね、そういうふうにね、多分
教わったと思うんです学校で。でも実際下唇を噛むのではなくて、噛んでしまうとね、こんな感じになるでしょ。こんな口してる映画スターとか見たことないでしょ。下唇を噛むのではなくて、下唇を上の歯にね当てる感じです。下唇の内側の粘膜の部分ですね。女性の場合リップを塗った時に口紅がねつかない内側のところを持ち上げて上の歯に当てます。でうーっていう感じなので、口の形はちょっとアヒルっぽくなります。うですね。で唇がビリビリって震えてれば OK、 震えてなければ、この V の音はね正しく発音できてないです。ヴィランです。で次に L なので、ラッテに下で上の天井を押す感じ。ヴィラン、ヴィラン、ヴィラン、ヴィランですね。で、このバッドガイを演じるのは初めてだったっていうふうに、ね、言ってますよね。じゃあちょっと続き見てみましょうか。 I never played villain role before, so it was really hard to act like villain and bad guy. Yeah, compared to your previous roles in like Buzzer Beat and the Ashita no Joe, you're a good guy. Yes. So how does it compare? Fortunately, I always play really good guy, but this time it's really challenging. What's the difference in this? I try to lose my weight. Okay. And stop conversation with all my friends. That really? Was so hard because I really wanted to focus on this bad guy. Okay. What is the difference? っていうふうにね、聞かれてますよね。その今までいい役ばっかり、グッドガイばっかり演じてきて、今回初めてのヴィランで、How does it compare? っていうふうに聞いてます。Compare っていうのは比較するってことです。比較するとどうですかっていうことですよね。なので初めての悪役は今まで演じてきたいい役と比べてどうですかっていうのに対して、ヤマピーの答えは、It was challenging って言ってました。Challenging っていうのは、challenge っていうのは、日本語だと挑戦するとかっていう、意味がある、意味で捉えられることが多いんですけれども、何か、挑戦するっていうニュアンスももちろんあるんですけれども、課題に取り組む、難しいことになんか取り組んでいくっていうニュアンスがあります。課題ですよね。何か目の前にある課題に取り組む。なので、初めての悪役っていうものが、一つの課題としてとても、やりがいのある。難しいけれども、大変だけれども、とてもやりがいのあるものだと。で、How does it compare? っていうふうにね、言われて、I try to lose weight って言ってましたね。lose weight っていうのは体重を減らすということで、痩せるってことですよね。痩せることにしたと。なんかどういう役なのか具体的に私もちょっと知らないんですけど、痩せてるイメージなんですかね。そのヴィランって言ってもいろいろあるので、すごいこうなんですマッチョなヴィランもあれば冷酷な感じのヴィランもあると思うんですけど、おそらくヤマピーさんのルックスからしてマッチョな方向ではないと思うので、ちょっと冷酷な感じのヴィランじゃないんでしょうかね。なので体重を落とした。落としてさらにここ、頬とかがこけるとね、冷たい感じになるから、そうなのかなと思いました。で、stopped conversation with all my friends って言ってましたね。stopped conversation with all my friends。なんか友達と喋るのをやめたっていう。なので、こう、自分を多分孤独に追い込むっていう、そういう意味なんだと思うんですけども、そういうふうにやってみたと。っていうふうに言ってますね。で、ここまで見てる感じだと、このインタビュアーの、イギリス人のインタビュアーの方の質問に的確に答えていて、なんかこう、おそらくですけど見てるとその編集すごくしてる感じではないので、普通に本当にこのまま長回しで喋ってる感じですよね。なので、考えながらもそんなに不自然な間とかもなくって、すごくナチュラルな感じだなって
ていうふうに私は思いました。ね、もちろんちょっとしたその日本人のアクセントみたいなのは当然出ます。それはね、誰しも私も含めて、うん、で出ますけれども、でも聞きやすい英語だなというふうに思いました、エマピーの英語で。今回、この英語で話してる映像以外にも日本語のインタビューというのを見てみたんですね。ほとんど私ヤマピーのことを知らないので、日本語で喋ってるとどんな感じなのかも知らなかったので、ちょっと見てみたんですけど、日本語で喋ってる感じと英語で喋ってる感じがあまり変わらないですね。うん、こう落ち着いたトーンで、あまりわーっていう感じではなく、落ち着いて話してる感じがします。なので多分英語でも日本語でもあまりその喋り方を変わる感じではないんだなっていうふうに思いました。たまにやっぱりね、スイッチがすごく変わる人っているんです。日本語の時はおとなしくても無口でも、英語になるとうわってスイッチが入る人っていうのも結構いるので、うん、でもヤマピーはそうじゃないなっていうふうに思いましたね。Now, in your new movie, Reborn, do you speak mostly Japanese or mostly Chinese or mostly English? Mostly English. Mostly English? Yes. Is there some Chinese yes, dialogue? Yes, I try to. So you started to learn Chinese? Yes. Yes? I know that you learned it when you were younger. Yes. Right, how is your Chinese now? Mine's bad, so don't worry. Mine is very bad. I really want to learn Chinese now. この映画ですよね、 Reborn っていう映画の中でいろんな言語で多分喋ってるんですよね。で何語で話してるんですかって、 Mostly English っていうふうに言ってます。 Mostly っていうのは、ほとんどとか大方とかっていう意味です。なので Mostly English なので、ほぼほぼ英語で話してると。これはあれですかね、こういろんな国籍の人たちが集まってる映画なのかもしれないですよね。で、何語で喋ってるんですかっていうので英語で喋ってると。で、中国語はどうですかっていうね、中国語若い時勉強してたんですよねみたいにね、インタビュアーが振ってますけれども、中国語もやってたんですね、きっとね、山 P ね。で、それに対してうんっていうふうに答えてますね、いまいちっていうね、 I try toっていうね、言ってますね。この try っていうのは本当にしようとするっていう、さっきのね challenge よりも日本語にすると挑戦するっていうニュアンスが try の方が強いです。で、challenge はさっき言いましたように、なんか課題をがあるっていう感じなんですよね、うん、その課題に取り組んでいくっていう。で、try っていうのはとにかくちょっとやってみるっていうか、挑戦してみるっていうニュアンスです。なので、中国語をやってみようとはしてるんだけれどもみたいなね、っていうニュアンスの裏には、あんまりそのやってみようという気持ちはあるけれども、ちゃんとはやってないっていうニュアンスですね。あんまり得意じゃないっていう感じですかね。このチャンネルでご覧いただいている方は英語にね興味がある方が多いと思うんですけれども、ヤマピー非常に英語上手だと思うんですけれど、とてもナチュラルで。で、ここでね、すごいインタビュアーの方がね、興味深い質問をしてるんですよ。で、これをね、結構皆さんに見ていただきたいなと思って、私このね、動画を選んだんですけれども、ヤマピーに英語を、が上達するコツは何かみたいなことを、この方がね、聞いてます。で、おそらくこのチャンネルって、その中国人の、方で英語をやってる方もたくさんいるだろうと、でそういう人たちにアドバイスしてくれませんかみたいなニュアンスで聞いてるんですね。なのでちょっとねそこをね見てみましょう。 Okay, now I have to say your English is excellent. Oh my. Before we started filming he said his English is no good, but it's excellent. Oh, so, wow. Now our app has 600 million users and I'm really? sure, yeah, and I'm sure all 600 million want to knowThey want to know your secret for learning English. No, I'm Or just, do you have any tips? I just have a lot of American friend and England friend. Okay. In Japan. So I try to hang out with them. Right, okay. Do you travel to America often yes, as well? Yes. So that helps, I guess, as well.
twice, at least twice. Right, okay. Now, some of our viewers, they have trouble memorizing or remembering English words. Now, when you're learning the script for a film, do you ever have this problem? Yes. Yes? So how do you solve that? Just keep going. Just keep going? Just keep going. Okay, there you go. Tommy Heath's advice, keep going. Don't give up. Don't give up. Okay. どうですか？とてもね、これね、素晴らしいアドバイスだったと私思います。このアプリは600 million people、600 million user って言ってますよね。すごいですね、やっぱ中国語ってね。6億人のアプリのユーザーがいるので、6億人の人たちにアドバイスしてくれっていうふうにね。で、ヤマピー英語上手ですけれど、ファンの人からの質問で、英語の単語を覚えるのは難しい。ね、English words, memorizing English words っていうふうにね、言ってますよね。もう一回ちょっとそこ見てみましょうか。Some of our viewers, they have trouble memorizing or remembering English words. Now, when you're learning the script for a film, do you ever have this problem? Yes. Yes? So how do you solve that? Just keep going. Just keep going? Just keep going. Okay, there you go. Tommy Heath's advice, keep going. Don't give up. Don't give up. Okay. Have trouble memorizing or remembering English words というふうにインタビュアーの方が言ってますが、trouble ですね。trouble っていうのは日本語で言うトラブルではなくて問題ですね。問題があるっていうことです。なので覚える英単語を覚えるのに問題がある、つまり覚えるのに苦労するっていう意味です。うん、でその覚えるのにね、英単語を覚えるのに苦労するんだけれども。ヤマピーはどうですかってセリフの英語のセリフを覚えるのに苦労しませんかって言ったらすると、でそういう時どうすればいいですかっていうのに対してね、 Just keep going, don't give up っていうふうに言ってます。この一言に尽きるんですよ。本当に語学が堪能な人っていうのはみんなこれです。もう Just keep going, don't give up です。とにかく前へ進む、諦めない。忘れるのはしょうがないんですよ。忘れます、人間ですから。でも忘れてもまた覚える。忘れてもまた覚える。keep going ですね。どんどんやっていくと。で、don't give up。諦めない。で、諦めずにとにかく覚え続けると、いつの間にかある程度覚えられるようになるので、それをやりましょうっていうね。これね、素晴らしいですけど、本当ね、これに尽きると思います。で、あと、やっぱり、外国人の友達とハングアウトするっていうふうに言ってますよね。こう、try to hang out with my American friends とかっていうふうに言ってましたね。うん。そこちょっともう一回見てみましょうか。Our app has 600 million users. And I'm sure, yeah. And I'm sure all 600 million want to know, they want to know your secret for learning English. No, I'm Or do you have any tips?I just have a row of American friend and England friend、okay. in Japan. So I try to hang out with them. Right, okay. Do you travel to America often、yes. as well? So that helps, I guess, as well. Twice, at least twice. Right, okay. Now... I try to hang out with them.アメリカ人とかイギリス人って言ってますね。アメリカ人とかイギリス人の友達がいっぱいいて、日本に、in Japan って言ってますね。日本にってことなので、まあ、実生活でやはりネイティブの友達がいっぱいいるってね。これもね、結構やっぱり英語というか外国語をマスターしていく上でね、結構重要なポイントなんですよ。私他のビデオでも、語学を英語を上達するのに重要なポイントみたいな動画を上げてますけれども、そこでもお話ししてますけども、やっぱりリアルに英語ネイティブと話す機会があるっていうのがもうこれはね絶対的に重要です。うん、でそういうお友達を作ることですね。でお友達をね作るのって大変だとは思うんですけれど、努力すればね作れます。実際ヤマピーとかは芸能人でね、アイドルで
非常にこう一般人よりもおそらくこう結構制限のある生活をしてると思うんですよね。うん、それでもそうやって実際に外国人の友達を作ってるっていうのは、それをご本人がすごく努力して作られてると思うんですよ。ぼーっとしてたらね、外国人と関わることないじゃないですか、仕事でね。うん、でも多分なんか紹介してもらったりとか、そういう外国人が集まるようなパーティーとかに自ら行ったりして、ね、仲良くなってると思うんですよ。で、そうやってそういう人たちと一緒になるだけ遊んだりするようにしてると、 hang out っていうのは、こう遊ぶっていう意味です。一緒に行動する、仲良くするとか、つぐむとかっていう意味です。ね、なので、そういう人たちとよくご飯食べたりとか、遊びに行ったりしてるんだと思うんですよね。で、あと、なんか、こう、2回ぐらいアメリカに行ってるって言ってますよね。at least twice って言ってますが、多分、twice a year のことじゃないかと思います。年に2回はアメリカに行くようにしてると。で、これも私、他のビデオで、あげてますけれども、なるだけ英語圏に行けっていうふうに私言いましたよね。うん。全くその通りです。本当に、日常的にネイティブと接する機会を増やして、なるだけ英語圏に行ってみる。ってね、いうことをすることで、リアルな英語を身につけられるというか、実際に本当に、自分が学んできた英語をアウトプットする場を持つっていうことですね。で、もちろんチャットとかね、ネットでもそういうことは可能なんですけれども、こう、実際にこうフェイストゥフェイスで人間同士喋るのとやっぱりネットとは違うので、そういうのを努力してそういう時間を作る。きっとね、ヤマピー忙しいと思うんですよ。こういう仕事されてたら。それでも年に2回は時間を作って、アメリカに行ってるって言ってますよね。これやっぱりね、ご本人がすごい努力されてるんだと思うんですね。でも、ここまでやっぱりね、努力しないと、こんなにね、流暢にはならないっていうことだと、私はすごく思いました。うん。で、バーッと見てて、もちろん、文法的な間違いがあったりとか、ちょっと発音が、間違えてたりとかっていうところももちろんありますけれども、でもやはりここまでね、おそらく独学で、こう英語をね習得されたのは素晴らしいことだと思いますね。とても努力されたんだろうなと。まあもともとね、その語学のセンスとかがあるのかもしれないですけれども、やはり努力されたんじゃないかなというふうに思いました。で、この最後のね、Just keep goingDon't give up ですね。こう本当ね、これいい言葉だと思います。もう一回見てみましょうか。Just keep going. Just keep going. Just keep going. Okay, there you go. Tommy Hughes's advice: keep going. Don't give up. Don't give up. Okay. ね、Just keep going. Don't give up ですね。なので、このビデオを見て英語をね、勉強されてる方はこのヤマピーのアドバイスですね、 Just keep going, don't give up、 これをねこう肝に銘じて、私もね肝に銘じてやっていきたいと思います。まあ必ずやってるうちに絶対にいくつかの壁っていうのは現れるんですよね。で、その壁をようやくなんかブレイクスルーしたなと思ったら、また違う壁がやってくる。で、またそういうブレイクスルーして、でもまた次の壁がやってくる。その繰り返しなんですけども、just keep going。ずっと、止まらずに進み続ける。ね。don't give up。諦めないですね。これで、これがまあ語学の、マスターする、一番の、重要なところかなというふうに思いました。で、とてもね、素敵なインタビューですね。このインタビュアーのお兄さん、の質問もなかなか良かったと思うんですけれど、このね、Reborn っていう映画は、おそらく、こう、海外のスタッフと合作で作った映画なのかなと思いました。ちょっと、興味が湧いたので、なんか見てみようかなと私も思いました。以上、今日はですね、まあ、ヤマピーの英語についての、レビューでした。で、まあ、日本人のね、有名人、著名人の方で、英語がね、結構堪能な方って結構いらっしゃるので、また、なんか、そういう機会があれば、レビューしてみたいなと思います。こういうのをね、見ていくことで、
こう自分のね一英語学習者としての自分もねとても励みになるというか頑張ろうっていうふうにモチベーションがね上がるのでとてもねいいなと思います。うん、ということで、また何か質問と、リクエストとありましたら下のコメント欄に書いてくださいね。ではでは最後までご視聴ありがとうございました。See you next time. Bye. Thanks for watching. If you like this video, make sure to subscribe.